皆さんどうもこんにちは、いちもりゅうです。今日私の晩ご飯、吉野家のチーズ牛丼を食べる回です。ほんと並盛りキングサイズとかでもなく、あー美味しそう。ただただチーズ牛丼、よし、めっちゃいい匂い。じゃあ七味をかけていく。ここに置いた方がいいのかな。こうやってね、ここにこういう高い机があったら見えるんだけど、ちょっとね、うまい具合に角度がつかなくてごめんなさい。今この画面のこの辺りにトンドあります。大きな声で喋らないとあれですね、内蔵パソコン内蔵マイクで拾える声のレベルは決まってますからね。加減がね決まってますからね。なるべく聞きやすい、聞き取りやすい声で喋らないとですね。どうですかこういう声。たまにはこういうゆるい動画も出しつつ、今目標はね、まあ2日に1回は投稿しようっていう、したいなっていう、そんな感じでございます。ではチーズどんどん、匂いでもノックダウン、匂いでノックダウン、吉野家牛丼、匂いでノックダウン、吉野家トントン、チーズトン、チーズトン、ドンドンドン食べよう。最近ラップにハマってるんですよ。ラップイン踏めてないけど、ラップ調に読んでみるシリーズで、街中の看板とかをブツ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 読んでるのですよ。変人でしょ。この前ライブの終わりにえちらおちらキーボードを2台担いで帰るんですけど、その時にね、吉祥寺だったんですけど、吉祥寺のありとあらゆる看板とか標識の文字をラップ調でこう読んで帰っていたら、すごいなんか異星人を見るような目で行く人々が見て、とても面白かったです。では食べていただきます。耳にかけて食べるんです。私、あ、声張らないとですね。こう、プライベートで牛丼食べるときくらい声張らなくていいかな。プライベートじゃないのか。いや、こういうプライベートに近い動画も出していくパティーンで、今日はちょっとプライベート寄りなので、声のトーンはいつものトーンでね、やっていこうと思う。こうやってこの一口にも、一口の取り方もこう人それぞれセンスが違いますよね。私はちゃんとご飯とお肉と1くらい、昔はね、ご飯とお肉、ご飯が3、具が1くらいの時もありましたけど、最近はね、11ですね。寿司パティーヌ。そんな美味しいものを食べてる最中はね、ひたすら没頭しちゃうんですよ。豚って、いいですね。鶏にはない、鶏にはない豚の充足感と、そして牛にはない、マイルドさっていうんですか。牛にはない、牛はガツガツって感じじゃないですか。獣。でも豚っていうのは
そこのところマイルドなんですね。でも鳥かっていうと鳥よりはもっと充足感があるというか、しかもその充足感にチーズが残ってますからね。チーズを食べると疲労が回復するような感じがするんですけど、気のせいでしょうか。豚の脂肪とチーズが非常によく合います。なんかバラと花束みたいな、花束を包むあのラッピング用紙あるじゃないですか。あれとバラの花みたいな。富士山と雪みたいな。おいしい。あの YouTuber の人がキング牛丼何秒で食べ終わるか選手権みたいな、それで苦しそうにものを食べている姿をあまり見るのが好きじゃないんですけど、だから私もキング牛丼とかや、まあすっごいお腹減ってる時以外はやらないと思ってるんですけど、吉野家はキングサイズないんですよ。特盛りとかメガ盛り、特盛りかな。でもな、今日は並にしちゃったんですけど、特盛りこれいけるな。それぐらい美味しいです。美味しい。その牛丼、あとトンドン、トンドンって響きがいいですよね。トンドン、ちゃんちゃん、トントン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 、日ののにトントン。独特の癖がありますよね。そのいい意味合いで引っかかりというか満足感が。最近友達が家に来る機会が多いんですけど、友達がねもらってきたっていう、友達が友達の友達からもらってきた、いただいてきたっていうお菓子がね、ずっとそこに置いてあるんですけどね。友達は今お家に帰ってるんですよ。で、2、3日休日なので友達もお家に帰ってるじゃないですか。でもこれ友達のなんですよね。ここにずっとあるんですよ。赤い袋に入ってる巾着型のちょっと高そうなチョコレート菓子って書いてるんですけど、よっぽど開けようかなと思って、すごい食欲をそそられるんですけど、まあ私もともと甘いものあんまり食べないので、まあかろうじて抑えられてるんですけど、すごい美味しそうなんですよ。赤いなんかお花の、紅白のお花の模様が書いてありまして、なんかね、タイトルもね独特なんですよ。桔梗信玄、まあ、これ以上あるとプライベートのあれになりますので、
美味しそうなんですよ。うん。でもこれ食べたらなんかあれじゃないですか。だから我慢してるんです。あ、いいんです。私はねこのチーズトンドンでお腹を十分満たせますのでいいんですけどね。まあそういうお話でした。うん、うん、やっぱり吉野家派、吉野家派好きね、吉野家派好き家派、松屋派ってありますけど、皆さんはどっち派ですか？私はね、やっぱ小さい頃から吉野家が好きですね。うん。お肉の味が上品な気がします。うん。上品というよりは柔らかくて味が豊かな気がします。うん。味わいが本当に味わいが豊か。肉って感じではなくて、うまみというか。甘み、うまみ、そういうものがやっぱり長けているように思います、うん、美味しい。まあでもすき家も好きなんですけどね。うん、すき家はね肉感があっていいですね。肉って、松屋はなんか安いイメージが、なんかこうがっつりこう力仕事ガテンキュー、なんかそういうイメージあって、あ、松屋はね、私はネギ辛いやつありますね。ピリ辛ネギ、ネギ辛、ネギ辛味噌ネギ玉牛丼、ビビンバだ、なんかそういうちょっと辛い系のものは松屋好きですね。ネギと辛い系の絡んだやつみたいな、ね。うん。今チーズが襲ってきてます。チーズの快楽が襲ってきてます。チーズのウォータースライダー、ウォータースライダーってあの流れる水はチーズだったら怖くない説、怖くない説あると思いませんか？流れるチーズの上を滑るんです。楽しそう。絶対ウォーターよりも幸せを感じられると思うんですよ。だってチーズの香りが漂う。チーズのあの粘着性と滑らかさと、それに包まれて、チーズのとろーり感に包まれて落ちるんですよ。絶対ウォータースライダーより私はチーズスライダー派ですね。誰か作んないかな。私がお金持ちになったら作りたいと思います。チーズをチーズスライダー流行りそうだな。
そして流れるチーズは食べてもいいんです。うん、一昔前は私はネギ玉牛丼派だったんですよ。断然ネギ玉トンドンとか何でもネギ玉以外は食べなかったんですよ。波も食べない。だいたいネギ玉牛丼かネギ玉トンドン、松屋行ってもそのネギと卵とピリ辛のああいうあれしか食べたことなかったです。最近になってすごいチーズトンドンにハマってなかなか抜け出せない一森流です。うん、ラストスパート私食べるのが遅いってよく言われます。友達が3倍くらいの速さでいつも食べ終わります。しかも私人の3倍食べるので、なのでですね9倍くらいの食べる時間が本来必要なんですね。黄色が取れる。ああ、黄色が取れる。またこの生姜がいいですね。一時期お好み風牛玉丼っていうのがありまして、あれ本当に私好きだったんですけど終わっちゃいました。また復活希望です。圧倒的な旨味の極み。どうも、渡辺真です。シュッ、なんちゃって。旨味の極みみ、旨味の極みつけ、なんか家庭では出せない味ってありますよね。チェーンの外食のこういう専門のお店って、どうしても家庭では出せないような柔らかさだったり、するのはなぜでしょう。自炊は自炊で美味しいんですけれど、食べたら一目で一味で一口で、あ、吉野家のトンドンだって分かる、この感じってすごいですよね。
美味しい。うまみの極めつけです。この最後の一口二口なくなるのすごい美味しいですよね。ごちそうさまでした。美味しかったです。それではまた会いましょう。 See you next time.